モリモリサラダ。あ、What？ はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、Full Day of Eating ということで、僕の一日の食事をすべて今日は見せていこうかなと思います。もうここにね、用意しております。今ね、トレーニングがっつり追い込んできたんで、トレーニング後の、まあ昼ご飯ですね。今時間が12時ぐらいなんで、昼ご飯から見せていこうかなと思います。まあトレーニング後のポストワークアウトミールも込みの昼ご飯になります。パン、全粒粉パンでございます。これにピーナッツバルたっぷり塗っていくよ。こういう感じでピーナッツバターはね、気にせずいっぱい塗りますよ、俺は。うん。で、ピーナッツバターを塗ったらフローズンバナナ、冷凍バナナ、うん、はい、それでは完成しました。でれん、はい、これがね、僕が毎日トレーニングの後に必ず食べるポストワークアウトスナックです。ポイントはもう冷めちゃってるけど、パンがトーストして熱々の状態、そしてバナナが冷凍から半解凍した状態、ピーナッツバターとシナモンはたっぷり、それが一番美味しいです。いただきます。うん、うん、それではセカンドミール、さっきのはポストワークアウトスナックだったから、これからメインのお昼ご飯です。これは何でしょう。金紙に包まれております。さて、開けてみましょうか。じゃあ、おっ、オープン。はい、何ですかこれは。サンドイッチでございます。まあ前に動画でも紹介してますけど、こんな感じ。でるーん、アボカド、トマト、玉ねぎ、卵3つ、あとなんだ、そんだけか。あとホールグレインのパン、全粒粉パン、以上です。このパンは、このサンドイッチは365日食べてます。さっきのピーナッツバターバナナブレッドもほぼ365日食べてます。はい、まあ、トレーニングオフの日は食べません。これはトレーニングオフの日も食べます。うん、相変わらずうまいな、おい。はい、ということで第1食目ではない第2食目終了でございます。第1食目は朝ごはんにオートミールを食べてます。もういつも通りすぎて映しておりません。過去の僕の動画を遡るとオートミールはたくさん出てきます。で、いつも通りオートミール食べてトレーニングをして家に帰ってきて、今のが第2食でございます。これからね、今日一日バンバン食べていくので、また後で会いましょう。はい、それでは本日3食目、時間が、3時前です。2時52分。お腹空いてきたんで食べます。
食べるのがこちらでございます。アボカドトースト、アボカドトースト。まああのいつもはフルーツ食べるんですけど、パンの上にジャム塗るか、パンの上に冷凍バナナ乗せてフルーツ乗せて食べるんですけど、なんかねあんまり気分的に甘さが欲しくなかったんで、甘いものっていうのはしょっぱいもの食べたかったんで、普通の食べ物ね、料理食べたかったから、まあでもあの料理作るのもめんどくさいし、まあ簡単にパパッとアボカドトーストにしました。味付けは塩コショウのみです。いただきます。でちょっとね暇があればずっと俺このビーガンプロテインつまんでます。こんな感じでこうやってちょっとだけね、ちょっとだけこうやって取って口の中に、うん、でこのねピーナッツバターとかも俺めっちゃこうやってこんな感じで一日中つまんでます。でもピーナッツバターに関してはなるべくちょっと量を減らしてます。やっぱ脂質が多いので、いい脂質なんで全然気にせずに食べてるんですけど、なるべくねこっちのプロテインパウダーを食べるようにしてます。あとはフルーツでもね、やっぱフルーツもずっと食べてると飽きてくるというか、そのねそんなに甘さが必要なくなってくるんで、はい、だからさっきみたいにアボカドトーストみたいな感じでちょっとね甘さが欲しくなったりします。で最近はプロテインバーは全然食べてません。今までは食後のデザートはヨーグルトかプロテインバーだったんですけど、プロテインバーはね全然食べてないです。で今日は食後のデザートでヨーグルト食べてないです。いつもはヨーグルト食べるんですけど、なんかね今日の食事、まあ、サンドイッチ1個とあのポストワークアウトのパン2枚、ピーナッツバターバナナシナモンがけで、結構ね意外とお腹膨れたんで、なんかカロリーとか食べる量とかはその日のお腹の具合、張り具合とかなるべくねお腹がパンパンにならないように意識してます。でちょっと時間を置いてまた食べたりっていう感じで、はい、お腹をパンパンにさせないことが太らない秘訣です。はい、それでは今日の晩ご飯紹介します。今は時間が5時13分夜の、今日はちょっとねご飯早いです。で今日の晩ご飯メニュー、まあいつも大体一緒なんですけど、これがスピナッチ、ほうれん草とロケットのサラダ、あとねなんだっけ、パセリじゃなくてセロリを刻んだやつ入ってます。でこの中にブロッコリーとアボカド、そしてトマト、キュウリ、玉ねぎ、これをこのサラダにぶち込んでいきます。はい、これでモリモリサラダ、あ、What？ しょっちゅうやります僕は、これをしないようにこんな感じでモリモリサラダでございます。野菜はねいっぱい食べます僕は。でこれバスマティライス、これ 250g、 これ冷凍してるんでそのまんま。で今日は結構ねあのまあハイカロリーっていうかカーボ量をねちょっと多めに取ろうかと思ってるんで、もしこれでお腹の具合的にちょっとね満足いかなかったら米もうちょい食べます。こちらがチキンブレスト、鶏の胸肉でございます。鶏ハムでございます。これねもう一気に今回は9日分、毎日昼か夜に絶対俺チキンブレスト食べるんで9日分を一気に調理して冷凍庫に入れてますね。冷凍庫に入ってたやつを解凍しただけでございます。はい、じゃあ晩飯後のデザートこちらです。ヨーグルトにフルーツ、ブルーベリー、ラズベリー、バナナ、
で、これにこのビーガンプロテインパウダーを入れて味付けでございます。このね、ヨーグルトがもうチョバーニのヨーグルトゾーンにある一番カロリー低くて、脂質とか炭水化物とかがもう全く入ってないやつです。なんで一番味がないんですよね。だからまあはっきり言って美味しくないから、蜂蜜でもいいんですけど、まあ、僕はこのプロテインパウダーをこうやって混ぜて食べます。ちょっとあれだ、足りねえな。これ残ったバナナも食べちゃいましょう。うん、まあこれ食ったらもう今日一日バナナ4本食べてくれ。なんか数で言ったら食べ過ぎだよね、4本って。うん、でもすごい糖質量だと思うんだけど、でも絞れていきます、僕の場合は。まあね、完全に何だろう、メタボリズム、代謝がね上がりましたね、前に比べて。いっぱい食べても痩せるっていう感じで、まあ、ジャンクなものいっぱい食ったら痩せるのかな。でも前ですよ、一昨日チートデーしたって言ったじゃないか。一昨日のチートデーの次の日、結構ね体重あんまりその増えてなかったんですよね。チートデーで爆食いしたのに、もしかしたら代謝が上がってることにより全てね筋肉に回ったか、消化してくれたんじゃないのかなと思います。チートデーして全部あの筋肉とかなってくれるぐらいの代謝になったら、もうそれ最高すぎる。チートデー全然怖くなくできるようになっちゃうんで、まあ、一応断食しましたけど、はい。まあ、ということで、あの一番良くないのは食べないダイエットなので、しっかり食べて体の代謝機能を上げて、そしてしっかり運動して、もうバンバン体をサイクルさせて、入れて出して入れて出してって、もう体をガンガン動かしてエネルギッシュな体を作りましょう。ということで今日はこんな感じで動画を終わろうと思います。まあ前の動画で言いましたけど、今年は僕は日本に帰るので、まあ一応7月8月9月そのあたり予定してるので、まあ日本でも何かできたらいいなと思います。ということで今回はこんな感じで動画を終わろうと思います。もしこの動画がいいねと思ったらぜひグッドボタン、コメント、もうコメントバンバン書いちゃってください。そしてチャンネル登録のもね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。さよなら。